どうも、おかつよしです。今日も夕方恒例の散歩です。で、いつものところまで行こうと思います。今日はね、こんな感じ。エアフォースワンを少しでも馴染ませようと夕方散歩でございます。いや、春ですね。春ということで、天気もめちゃくちゃいい。夕方散歩行ってみたいと思います。これね、前から気になってたんですよね。何なんだろうか。権現山、この上、権現山。いつものルートに来ました。いつものルートです。ちょっとまだ太陽が上かな。夕焼け撮れたらよかったなと思ったんですけど、やっぱり春ですね。なかなか太陽は沈まない。で、時間があるから久しぶりに豊神社の方に行ってみたいと思います。はい、いつもの分岐点ですね。まあね、一回あっち側に豊神社あるので、まあ、そこ行ってまた戻ってね、このルート、海が見たいのでこのルート戻ってきたいと思います。とりあえず豊神社、このね、上が豊神社です。天気良すぎだろこれ。あんまりね、早歩きで歩くと汗が出るレベルの天気の良さ。むちゃくちゃ天気いいです。ちょうど貨物列車が、豊神社、久しぶりの豊神社来ました。はい、こんな地元の神社っていうような雰囲気の場所ですね。ちょっとお参りだけして。豊神社の鐘、まあ入っちゃいけないんだろうけども、どうなってるんでしょうか。まあこんな感じ。なんかちょうどいい感じに太陽が綺麗。鳥居の上に石とか置いてあるけど、すごいな。どうやって乗っけたんだろうか。ということで、豊神社をお参りしてきたので元の道に戻ります。時間はね、5時前だからまだ30分以上ある。余裕。購入したエアフォースワンがめちゃくちゃ履きやすいっていうね。で、このジョンブルのワイドパンツとの相性が抜群。このワイドパンツね、カーキもあるんですよ。どうしようかなとか思って、またクーポンとか発行された時に買うのも一つの手かなとか思いつつ、やっぱりね、履きやすいパンツはね、まあ色違いであってもいいかなとか思います。まあ8000、6000ぐらいか、6000円ぐらいだったらいいかな。どうでしょうか、贅沢でしょうか。でも履きやすいんですよね。で、エアフォースワンとの相性も抜群、最高。この木もそろそろ葉っぱが生えてくるのかな、時期でしょうか。自然のどかです。非常にのどかです。雲一つない天気。どうでしょう、ここ下関は自然がたっぷり、本当にいい場所。見えました。ちょっとね、今日天気良すぎて霞んでるけども、奥に見えるのが海ですね。ちょっと見えにくいかな。今日は天気これだけ良かったら霞みすぎ。若干ね、目を凝らしたらね、船とかは見える。まあ海いいな。やっぱここのルート結構皆さんいいねっていう風に言ってくれるんですけど、僕本当にここいいと思います。歩く散歩コースとしては最高ですね。
構変わった車。風がね、涼しい。あ、やばいやばいやばい、踏切の音がしてる。電車が来る。電車ちょっと一瞬遅かったかな。あ、まあこんな感じでしょうか。ここいいな、このカーブ。ここのカーブなんかかっこいいですよね。ここのカーブ。太陽、もうちょっとか。ちょっとさっき暑かったからこの風がありがたい。はあ、すごいすごい、なんか綺麗、山が綺麗、春だなやっぱり。でここはいつもの抜け道、ここが一番近い。抜け道感が半端ない。川沿い到着、ちょっと降りてみます。なんかね、そこ囲ってあるんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、また夕方散歩でのんびりでございます。ちょっとね、いつもと閉める場所を変えてみました。天気も抜群にいいですね。で、太陽とこの、ね、川がね、反射してね、すごく綺麗です。まあ、こんな感じで休日を過ごしておりましたという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。ここにね、降りようとしてね、滑って靴がしょっぱな汚れるっていうね、最高最高最高。20度、20度も気温だ。車前もね、でもね、あんなんあったんだよ。飛行機なんじゃない？飛行機か。うん。